にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を伝するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、本日の質問は東京都の40代の男性からです。はい、ありがとうございます。以前武蔵川部屋に橋本山さんと橋本さんという双子の力士が在籍されていたかと思います。はい、双子力士ならではのエピソードなどありましたらお話しくださいということなんですけどもね。まあ、この2人というのは松武蔵さんがまだ現役時代に、そうですね、辞める1年前に入ったんで、ちょうど1年間はね、一緒に生活をしてました。あ、そうですね。はい、今も現役でいる越野龍さん。そうですね、藤島部屋の星野龍と同期生ですね。うん、そうですね。はい、その3人が入ってきたわけですかね、1年辞める。そうですね、はい。うん、この2人っていうのは、うん、いわゆる一卵性の双子。そうですね、まあ顔も似てたし、ね、2人ともでかくて体も似てました。はい、そしたら身長体重も大体同じぐらいって感じやったんですね。そうですね、似てました。はい。そしたらなかなか区別つかなかったんじゃないですか。入ってすぐの時はね、どっちって感じだった、はい、迷うっていうか、どっちなんよって思ってましたけど、はい、これね、人間の目ってすごい慣れるもんで、はい、半月もすればね、はい、全く違う人間に見えてきました。確実に、そうそう、確実にもうなんかもう、先ほど体の大きさも一緒って言ったんですけども、うん、体の大きさも微妙に違うなと。部外の人が外から見たら、うん、もう丸っきり同じやんっていうようなんですけど、うん、こいつの方がお腹が出てて、こいつの方がちょっとだけ違うように気づきました。あ、そうなんですね。はい、でね、私ね、実はその双子力士っていうのは、うん、その前にも一回生活をしたことがあるんですよ。そうなんですか。はい、それは武蔵川部屋ではないんですけども、はい、私が入った出羽海部屋に、はいはい、私よりね、3年ぐらい先輩にね、はい、ウコンサコンさんって言ってね、これも一卵性の双子さんなんですけども、はい、入った時は話題になりましたよ。あ、そうなんですね。はい、私もなんかこう相撲雑誌とかで見たことあったんで、あ、ウコンサコンさんやと思って、うん、この方たちもね、似てました。似てるんですよ、似てるんですけども、やっぱりこれも一緒で、私らはもちろん新弟子なんでね、はい、間違えたら失礼じゃないですか。はいはい、だから一生懸命見て、はい、違うところを探しました、はい、最初は。うん、でもね、やっぱりこう慣れてくると、うん、すぐ見ただけでも、うん、分かりました。そうですね、はい、声なんかもこう最初は似てると思ってもやっぱり違うな、話とか。そうですね、でもね、まあ、ウコンサコンさんにしろ、橋本兄弟にしろ、うん、なんか声も似てるし、うん、またこう動き方も似てるんですよ、うん、なんとなくこう話し方もね、やっぱり似てると思う。まあ同じ環境で育ってきてるから、うん、ウコンサコンさんなんかちょっと関西弁、はい、兵庫県出身かなんかだったんでね。足元兄弟も大阪ですね。そうですね。はい。なのでね、喋り方もなんか似てるし、動きも似てるし、どっちと思う時もありましたけども、やっぱり生活ずっとしてると、区別っていうか分かりました。そうなんですね。はい、で、その後ね、双武蔵さんと双子の双っていう字つけてね。あ、そうですね。双武蔵さんはどっちですかね。橋本山さんですか。橋本さんですか。あ、これがね、我々はその二人を呼ぶときに、橋本山って呼ばない。あ、吉か和かで呼んでたんでね。あ、吉さんと和さん。うん、はい、下の名前で呼ぶんでね。はい、他の歴史にしてもそうですけども、四股名で呼ばないんで。じゃあどっちが長くいて二武蔵さんになったの。弟の方が長くいたと思います。あ、吉の方かな。ああ、そうですか。うん、まあでもね、同時に辞めたとかそういうわけでもないんで、やはり双子は双子で、そうですね、はい、個性もあったでしょうし、相撲内容とかはどうですか、うん、その得意な技とか。まあどうでしょうね、まあ私1年間しかしてないんで、私もこう辞める間際で、下の門に胸がしてる時期だったんでね、だから要は胸は出してましたよ、入ったばっかりの子とか胸を出して朝やってたんでね、やっぱりなんかこう得意な体勢とかが違うとかありました。あ、まだそんな、そこまでのあれだよ。まあそれはそれぞれにこう序二段三段目で登っていくうちに、違った方をね、見つけていくんでしょうけども、まあやはりね、双子とはいえもちろんもうそれぞれの個性がありますね。そうですね、うん、うん、
それで双子の入門っていうのは、うん、そしたらその本さん本さんと橋本兄弟、私の身近に、うん、で在籍した人はそうですね、うん、でも他の部屋ではね、はい、ちょこちょこいてましたけどね。我々の時代は間垣部屋にいたり、若玉手さん、花玉手さんとかね、いましたよね、うんうん、とか今だったらもう辞められたんですけども、高源氏と高野氏っていうね、双子もいましたし、まあ、ソロって関取になったこれが珍しいです。それしかないんでね、もう双子はね、うん、ね、もうちょっともったいない話でした、ね、今ね、まだ若かったんですけどね。そうですね、はい、そしたら例えば先ほどのね、間垣部屋の双子さんがいたりしたら、やっぱりどっちかなっていう感じですよね。もうちょうどその当時に私も同じぐらいの位置です、うん、もう取ったことあるんですけども、うん、花道にね、はい、2人いたらね、はい、まあ付き合いもないんで、はい、名前もあんまりどっちが どの名前、どっちが兄貴がどっちの名前かあんまり知らないんでね、うん、これどっちがどっちかって全然分かんなかったです、はい、やっぱりそこは自分の部屋だったらば、やはりこう間近に、ね、でしょうね、はい、しっかり分かるっていうところですよね、はい、それでどうですか、双子じゃないけども兄弟で入ったとケースはありますか。平野兄弟って言ってね、これはもう兄弟なんでね、はい、兄貴が先に入って、はい、弟が後から、平野山平野っていうね、しこ名で私がいる時には取ってました、うん、あとはもう若野山と床山さんなんですけども、床健さんがね、入って、それぐらいかな、兄弟で在籍したっていうのは、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回チャンネル登録お願いします。